絆チャリティー対談リレーをご覧の皆様、こんにちは。こんにちは。柏レイソルの北爪健吾です。前回、大分トリニーダの野村直樹選手よりバトンを受け、この企画に参加させてもらっています。この企画の対談の模様は YouTube にアップされ、視聴回数に応じて得られる広告収益を新型コロナウイルスのワクチン開発に当てようというものになります。それでは今回は僕がゲストを紹介したいと思います。本日のゲストはチームメイトでもある柏レイソルの仲間隼人選手です。こんにちは。柏こんにちレイソルは。の仲間隼人です。よろしくお願いしよろしくお願いします。す。お久しぶりではないからね。毎日。いや、さっきもあったよね。お疲れ様です。お疲れ様です。すいません、今日はありがとうございます。いえいえ。ちょっと慣れないですけど。ね、なんか企画ってなると硬くなるよいね。や、そうね。でも、ちょっと、楽に行こうよ。フランクにね、ぜひ、サポーターの皆さんとかに見いてや、もらえそうると。よ。今日はでも、ちょっと、ハヤトのいろんなことを深掘りして、いろんな質問をしたいと思うんで、俺ぜの？ひ、お付き合いください。ゲストだから。お願いします。じゃあ、進行。いや、もう、始まりましたけど、ねまあちょっとお互いにまあ J1 デビューっていうのはえ。うん。させてもらって、まあ隼人は直近では初ゴールと3試合連続ゴールっていうのも含めて、まあその順調って言ったらあれだけど、ちょっとね、いろんなことが難しいシーズンになるっていうところでは、まあ見てる感じはなんかいいスタートは切れてるかなって、個人的には。隼人自身がね。俺が？あ、そうそういや、そう。スタート結構やばかっもたでしょ。う、まあまあまあ、一番最初のところはね、まあ、コンディション調整とか、やっぱね、メンバーのところとか、まあ、いろいろあるけど、どう？初ゴールとかっていうのは、まあ、時間の問題だったとは思うけど、そこから3試合連続ゴールっていうのは、ねえ、なんか、予想をね、まあ、予してた想部大分きく、いや、大きく上回ったよね。みんなの予想を。まあ、どう？いなんや、か、正嬉直自分でも、え？もちろん嬉しいっていうのはね、大前提あいるや、けもちろんもちろん嬉しいけど、なんか、ちょっとできすぎちゃったかなっていう、ど。なんか、結果だけ出ちゃったなって感じ？正直言うと。でなんかも、も、なんか反響が大きかった気がする。いろんなチームに所属して、ハエとかね、今までこう、外で、まあ、修行というか、J2 で、ちょっと今回きっかけでさ、調べたんで、295何が？試合、あ、J2。試合 J2 ね。そう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 。で、46ゴール。だった？全然気にしてだないからったさ。と思う。気にしてない。そうそう。でもそう、ね、まあ、昔のチームメイトとかからもなんか、SNS で、ね、コメントとか見てて、やっぱそういう選手がね、J1 で結果が出したっていうのはすごい、なんか刺激になるし、いやね。ね。刺激になってもらえたら、なんていうんだ、嬉しいけどね、すごい。今まではさ、そういう選手にもらってた方というか、どっちかそうというだよと、やっね。ぱ J1 で活躍してる選手、羨ましいとかもあっただろうし、まあ俺もそうだけど、ねえ、でも、良さはでもだいぶ出してるよね。そうね、良さ。もっと出したいけどね、よくまあ言うそうね、と。そうね。まあでも、そのチームのさ、色とかもあるから、そこにまずフィットすることが優先順位的に高かったから、その中では、まあ、やっとっていうか、最低レベルのところまではできているかなって感じよね。そうね。でも前の選手はやっぱ結果が求められるし、でもなおかつチームのね、まあルールというか、そういう守備の部分も貢献しなきゃいけないっていうのはすごい難しいとは思うよね。後ろの選手だとなかなかその数字っていう結果はなかなかね、もちろん出さなきゃいけないけど、まずはそのチームのっていうところはあるからさ、まあそうだね。攻撃なんの選か、手も。俺もなんか正直、最初、スタメンで出させてもらったのが、湘南か。
湘南戦だったじゃん、うん、なんかその時とかその3戦連続で決めれた時も、うんうん、なんかあんまりゴール取ろうって思わなかったんだよね、うん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 、なんかとりあえず本当にチームが勝つために何したらいいかなって考えてたら、うん、なんか結構やっぱりボール、あ、結構っていうかボールがいい形でさもらえたりさして、そうね、まあ、うん、ある意味がむしゃらにというか、そう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 、エースを見つけて飛び出したりっていうのが、うん、結果的につながったっていうのはね、なんかそんな感じだからなんかやっぱチームにフィットする方が結果よりは難しかったかなって、うんうんうん、ちょっと今は思う、まあ、でもそういう選手やっぱ転がってきたりするのかもね、あのね、なんかね正直そういうのもやっぱあるよね、だから、まあ、多少、うん、でそう、ね、アシストもなんかみんなうまいしさ、うんうんうん、そうね、周りの選手ユータもそうだしさ、アタルもそうだしさ、クオリティはね、まあ、そうクオリティがさめちゃめちゃ高いから、うんうん、その逃さないっていうか、うんうん、一瞬をアシストの側がね、うんうんうん、そういうのもあるからゴールの前に行けばなんかしてくれるって思うよね、思えたかな、うん、頼もしいもんね、うん、やっぱすごいよ、点話と攻撃力はすごいからね、うん、まあじゃあちょっと前のことになるけど、うん、今回コロナで自粛期間とか、うん、家での時間がすごい長かったけど、うん、自粛期間で始めたこととか、うん、取り組んだこと、うん、とかなんかある？いや、なんか取り組んだことっていうか、あんだけさ外に出れないとかさ、うんうんうん、っていうことがなかったからさ、家でなんか本当にできることって限られたじゃん。そうね、そうね。そう、だからあんなに家でさ筋トレとかさ、うんうん、なんか汗流しながら、うんうん、なんか桃揚げとかさ、うんうんうん、はもう本当したよね。なんかコンディションをなるべく落としちゃいけない、ね、再開するか分かんないっていうところでさ、うんうんうん、それはもうなんて言うんだろう、今までにない経験だったから、うんうん、なんかあんなに自分の体と会話しながらっていうか、うんうんうん、っていうのはすごく、これからも役立つんじゃないかなっていうふうには思ってる。なんかそこがすごく一番変わったっていうか、うんうんうん、でもチームのズームのあのトレーニング週2ぐらいのきつかったよ。やばかったよね。きつかったよね。あれもう家の中で本当汗だくでさ、下にも汗が垂れるぐらいさやるから大変だったよね、あれ。しかもみんな見てるしさ、画面越しのさ、プレなんか、うん、サボらないけど、もっとちゃんとやんなきゃっていうのを、プレッシャーもある。そうだね、マッさんとかずっと見てたもんね、多分、ね、みんなのこと。そうだよね。いや、そうね、うん。そういうこともありながら。でも、柏に戻ってきたのは、うん、10年ぶり。10年ぶり。ちょうど9シーズン、J2 にいて、うんうん、その10シーズン目で来たから。だからユースを卒業して、そう回ってきてってことだよね。回ってきた、全国回ってきた。全国回ってきて。でも、どう？あの、当時とさ、うん、柏の町とかは変わってないの？いや、柏はそんな変わってないと思うよ。うん、やっぱりなんかずっとこんな感じかな、なんか街っていうか、やっぱりさ、うんうん、結構にぎやかっていうか、うんうんうん、うん、っていう感じ、うん、変わってはないかも。いいよね、あ、もうほんとレイソル一色って感じだよね。いや、そうだよね、なんかポスターとかもよう貼ってあるしね。いや、ほんと貼ってあるよね。なんか、あ、それこそ決まってこっちに不動産見に来た時かな、その屋さん行くときも、あの駅の近くのさ、もう、うん、旗もすごいしさ、うん、あ、なんか本当レイソルの色が一色がすごいよね。いや、そうよ、柏駅最近だってあれじゃん、あのレイソルの応援歌になったの知ってる？どれ？あ、ホーム？発車音が、発車音だっけ？やって、うん、そう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 、そういうのもすごくない？すごいよね。駅だよ、だって。確かに。発車音が、うん、なかなか車
多いからさ、まあしかも今のは、なかなかね、電車ってあれだけど、電車で来るサポーターとかは、もうそれを聞いたりしてたらね。ねえ、テンション上がるよね。いや、上がるよね。確かに、いや、すごいよね、街自体が。うん、そうそう。ねえ、でも、なかなかいろんなお店とかね、行けないし、テイクアウトとかはね、ね、できるけどね、うん。そうだね、なかなか今は、いけないね、本当に。ね、まあでもテイクアウトとかだったらね、できるしね。まあ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 。なんかお店の人とかもね、こういうのをもし見てたら、うん。SNS とかでもね、来てくださいってあったら行くもん。そうだね。行きたいね。持ち帰りね。いや、本当にそうよ。そうそうそう、そういうのもね、一つ、うん、なんか力になれたらと思うもんね。いや、そう、本当に。テイクアウトは結構今重要、ね、重要で。そうだよ、そうだよね。ちょっとそういうあれも、うん、アピールも楽しみにしながら、うん、でもなんか一つなんかサポーターの方で、うん、まあ、お互いの第一印象はどんなんでしたって、ま、聞いてみてくださいみたいな。第一印象、俺と健吾の第一印象ってさ、会った時っていうか、レイト来た時、いや、その一番、ま、何出会いじゃないけど、うん、なんかまあお互い群馬出身で、そうだよね。でほ、ちょっと前も話したんだけどさ、うん、ちらっと小学校の時に、うん、選抜で試合を してた記憶があり、いや、あるよね。で、だってもう、ね、もう有名な、もう知ってたから、俺は。うん、中間隼人。そう、知ってたのよ。いや、もう、もう上手い人は、やっぱり、そういうね、クラブ、チームに行くんだなっていう印象はあったけど、うん、でずっと群馬出身で同級生でっていうのはありながら、うん、多分あの群馬のさ、チャリティーマッチだと思うんだよね。そうだね、ちゃんと面と向かって会って話したっていうか、よろしくねみたいな言ったのは、そう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 、群馬の、そう中田秀俊さんとかさ、そう来たチャリティーマッチよね。そう俺もそれは覚えてる、ね、そうそう。でそこで、まあ、あの共通の友人というか、ね、うん、札に所属してた川岸とか、あ、いながら、あ、一緒に話したのがだよね、そこだよね。そうだね、そこだね、話したのは。いや、でもその時は俺はジェフだったし。ジェフだったよね。うん、多分初めてのプロになって2年目ぐらいかな、初めてのなんかそのイベントみたいな参加でさ、うん、緊張してた？めっちゃ緊張してた。あ、でも群馬出身のね、やっぱしかも前橋育英のさ、うん、先輩多かったからさ、あ、そうだね、あのやっぱすごいよね。あ、超緊張したし、本当だったら、まあ、楽しくっていうか、うん、でみんなの良さを出すのが本来のあれだけど、うん、もうめっちゃガチガチで、うん、あの時お俺さぬきだったかだね、だよね、だと思う。で、あれか、沼田圭吾ってわかる？わかる、圭吾くんわかる、わかる、圭吾くんと一緒に行ったわ。うんうんうん、そう、群馬出身じゃん。あ、そうだね、そうだね、そうそうそう、だからでもそんなに緊張しなかったな。なんか俺1年目プロ入って1年目に、うん、なんかあの東北の震災あったじゃん、うんうん、のチャリティーマッチ行った時に、うん、仙台にね、うん、もうペーペーだよ、1年目のさ、うん、誰も知らないそうなのにさ、なんかその熊本のみんなからお前行ってこいみたいな言われて、うんうん、でしかも 何か分かんなかったから断ることもできないじゃん、うん、だから分かりましたって言ったらさ、もうビッグネームばっかりのやつでさいや、ここ俺来ちゃダメなやつじゃんと思ってそれがあったから、まあ、群馬の時はまだ知り合いもいたし、うん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 、なんか、まあ、群馬出身っていう括りだったね、うんうんうん、こっちのチームは。そうだね、だから全然大丈夫だった。それに比べたら。経験値が違うよ。あの時やばかったよ、本当に。でも、いや、もう大先輩だからね。うん、いや、育英でしょ。そうそうそう。みんなすごかった。でも十分、でも同級生とかって中では、やっぱコンスタントにゲーム出ててさ、うん、ハヤトがね、あ、俺が、うん、試合数的にもさ、結構重ねてる方だよね。
や、そうだね。ちょっとな、J の出場するところ結構上の方なんじゃない？その、どう？そうかもしれない。だって、まあ、J リーグ、J2、J1 合わせても300は超えてるからね。うん、うん、そうだね。うん、うん。まあ、そうなったら10年目で300でしょ？まあ、だから 1年30試合平均？そうそうそう。いや、すごいことだよ、ね。出てるから、まあ、割と使わせてもらってる方だよね。まあ、大きな怪我もなく。そうだね、大きな怪我ほとんどないね。強み、強みっていうか、もう俺も、うん、こんなに大きな怪我まだないんだけど。うん。あれなんか、群馬の、強いのか。いや、どうだ。俺と健吾がアホなだけじゃん。いやいやいや。確かね、バカ怪我しないって言うからね。いや、そうそう、気づいてないんじゃない？確かに。うん。まあ、強でも、そうね。怪我しないのは、でも、いいことだよ ね、本当にね。なかなかしたくてもね、プレイできないとなると苦しいしね。でもそういうので、やっぱサッカー続けられないかったさ、うん、まあ、その、大学とかクラブチームのチームメイトもいるからね。うん、そうだよね。ね、そういうの考えたら、うん。しかも1年でも長くやりたいと思うしね。いや、間違いない。うん、そうだね。群馬ね。うん、群馬？たまに帰ったりもするけど。そうだね。実家だけだね。実家っていうか。うん、帰らなすぎて、もう実家って感じしないな、なかなか。でも関東から出てないから。関東から出てないから。健吾がね。そう、うん。まあ、いつでも帰れる距離にあるし。あ、そっか。意外と帰んなくなったりするし。うん。いや、俺、柏来たじゃん。うん。だから、こんなにすぐ帰れる実家なんて、今までなかったから、なんか変な感じよ。そうだよね。よね今までなんて車でさ、オフの期間1回帰れるか帰れないかだったから、うん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 、いや車だったらもう20時間レベルじゃん、熊本とかだったら、うんうん、だし岡山も香川も十何時間かけて帰んないといけなかったし、うんうんうん、いやもうこんなに近いのって意外といいなって、やっぱ実家が近いって。そうだよね、ちょっと安心感あるしね。ちょっとあるね、やっぱり。うん、まああと見に来てもらえたりもするしね。まあそうだね、親とかが両親とかね。そう、なんか大きな予定立てなくてもね、うんうんうん、ちょっと見に行こっかなって言って日帰りで来れる距離だから、うんうん、それは確かになんか嬉しいよ ね、親孝行じゃないけど。そうだよね。うん、群馬とかもさ、うん、個人的に結構うまいもの、好きなものが多いのかな。この間なんだっけ、全然なくない？インスタで上げてたよね。あげたあげた。いや俺それ見てない、全然。いやすごいなと思って、うん、俺まあ言ったら俺小6までじゃん、群馬。あ、そっかそっか。で小6までって言ったらさ、その小学校の地域だけしか、そうだね、あんまり遊び行かないじゃん。そうだね、行かないね。だから俺の知ってる群馬ってあのすっごいちっちゃい町なんだよねだからさ、まさにそれが群馬。いや、そうそうそう。そうなんだけど、だから、ケンゴみたいに、なんか、群馬の、ここ、これがうまい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 っていうのが、なんか、最近知ってきたって感じよ。だから、大人になって、実家とかに帰って、そう、食べ行ったりして、あ、群馬ってこういう味だったんだ、みたいな。味っていうか、こういうものが美味しいんだ、とか。だから、もうでも地元って言っても柏もほぼ地元になるもんね。中学高校、そうだね、中高いたからね。まあチャリ圏内だけどね、うん、自転車圏内で移動できるところはよく遊びとか、遊びっていうか、うん、行ってたけど。いやー、焼きまんじゅう取り寄せたもんね。え、焼きまんじゅう超好き？え、超好き。これ群馬の人喜ぶでしょ取り寄せた、群馬の人だけど取り寄せた一回。あ、そう。なんでだろう、なんか、いや、わかるよ。いや、俺も焼きまんじゅうめっちゃ好きだから、なんなんだろうね、あの味噌甘だれ？うんうんうん。群馬、そういうの多くない？うどんとかも。そういうちょっと濃い感じ？ああ。あと、ソースカツ丼とかも、ああ、そうだね。美味しいじゃん。うん、有名だし。あと、そう、うどんもさ、なんか、なんで、お切り込みだっけ？うんうんうん、うん。わかるわかる。すごい濃い。ドロドロの、うんうん、なんかイメージもあるし、
その濃いよね。確かに。柏はどう？柏グルメ。柏グルメまだ行けてないっていうのが正直なとこだよね。なんか一番最初に、最初の頃、うん、年明けの頃、あのスタジアム横のさ、賃貸、俺行ったよ。どこどこ賃貸？あ、賃貸？そう。で、そこ行ったの？行ったよ。でもあのシーズン始まってないから、あ、誰もいないと思って。あ、そう、結構む昔な、なんか柏行った時とかに食べたことあって。あ、俺か、賃貸はあれ、あそこに賃貸になって行けてないかな、まだ。そうだ、ね、ラーメンだ、ね、コンビニあったんだっけ、あそこ賃貸のところ、うん、賃貸のところは前のなんか違うラーメン屋さんが、あ、そうなんだ、そうそう、ユースの時はそう、あ、レイソルカレーラーメンとかあったよ、食べてないけど。でもちょっと近いしさ。いや、まあそうだね、なんかね、嫌だっていうか、そうそうそう、嫌ではないけどちょっと気まずいよね、もし俺らが勝った時ならちょっと許されそうだよね。そうだね。ちょっと負けてたらやばいな。負けてた時はいけないわ。ラーメンかけられるよ、多分。サポーターが。黙っちゃいないよね。そう。だから、いい試合した時に、うん、どうかな、今度、ちょっと。一緒に行ってみようか。そうだね。いや、柏って何が美味しいんだろうね、グルメ。でも、カレーとか。あ、カレーなんかよく出てくるね。ね、いろいろあるし。うん、飲食店本当多いからね、うん、いやだから本当なんかね、行きたいね、そういう情報があれば、ね、テイクアウトだけでもさ、今はいや本当に何も気にせず行けるように早くなりたいね。そうね、うん、でもやっぱり、ね、でもどのお店もやっぱそういうケアとかさ、対策はしてるしさ、うん、ね、まあ、なかなか難しいけど、ちょっとお弁当買いに行って、うんぐらいだったら、まあそうだね、ね、ぜひその情報あれだね、入れてください、2人宛てに入れてほしいね、これを見てると。いや、あと群馬のグルメも入れといてって。そうだね、群馬のグルメ。帰った時にやっぱりさ、そうだね、まだまだ回れてないから、うんうんうん、その出身の割には俺はね、そうだね、そうだね、そうだからいろんな店知って行ってみたいな、うんうん、群馬の。そうね、まだ俺こんにゃくパークも行けてないんだよ。行ったことある？いや、ないのよ。行ってみたいのよ、俺も。行ってみたいね。うん、すぐお腹いっぱいになりそうだけど、イメージは。ね、うん、今度、まあ、落ち着いたら。そうだね、落ち着いたら、いろんなとこ行きたいね、また、うん。そうね。いや、すぐ時間経つわ。嘘、今何分？もう20分以上。あ、そう。でも、カットするっしょ。そうだね。うん、そしたらちょっとサッカーの話に戻って、うん、試合の前とか、うん、まあ、練習でもルーティーンってある、うん、ルーティーンっていうルーティーンはほとんどないんだけど、うん、なんか呼吸は意識するかなっていうイメージ、うんうんうん、自分の中で、その、あと体の動きとか、そうね、うん、そのチェックっていう感じ、ストレッチも今日ここ硬いなとか、うんうんうん、あ、今日ここちょっと張ってるとか、うんうん、今日ここなんか動きいいじゃんとか、うん、そういう感じかな、うん、俺は。確かそれは入念な印象を受けるね。うん、よく体動かすね、うんうん、じゃあこれ俺だけが言うの、健吾のルーティンとかはもういいの？いや、ルーティンはいいよ。あんまりお腹いっぱいに食べないとかね。それ当たり前だよ。いやいやいや、どっちかっていうとマジで空腹気味だよ、俺は。あ、俺もどっちかって言ったらそうかも。なんか食べないとさ、動かない人とかもいるじゃん。まあいるよね。うん。もうどっちかっていうと、なんかあの、何？その、ちょっと空腹気味で、あの、うん、ハングリーな感じの方が。いや、俺もどっちかって言ったら、なんか満腹になったら動けない。うんうん。うん。早く動けないときは、今日食べ過ぎちゃったんだなって思ってもらえばいいよね。そうだね。それを言い訳に。怒られるよ、あ、サポーターに。これはもう気をつけます、本当に、うん、毎回動けるように頑張ります。お願いしますよ。あとは、まあ、日立大はもちろん特別だとは思うんだけど、そうだね、なんか他のスタジアムと違いは感じる、やっぱり。いや、日本でさ、あんだけさ、
ギュッてなっててさ、もうサポーターとかさ、その観客とかのさ、声がダイレクトにさ、あんな伝わるスタジアムなんてさ、本当になくない？そうだね。テイストル以外。だからもう、俺もなんか運がいいことに、サッカー専用のさ、スタジアムでプレー、ジェフもそうだし、横浜FCも、で、レイソルって来て、やっぱそれぞれいいところもあるし、でもやっぱ距離が、ゴール裏とかね、やっぱ距離も近いし、いや、すごいよね、ダイレクトに届くから。いや、すごい、本当に、なんか、体温まで伝わるって言ったらさ、もう超大げさなんだけど、わかるわかるわかる。リアルになんか、なんか、熱量がね。そう、熱量がもう、濃いからサイドとかだとさ、ちょっとやっぱそういうのは感じれやすいじゃん。だ最近、なんていうんだ、コロナでさ、観客のその制限もあるじゃん。まあ、それでさえ、なんかやっぱいるなって、すごい、この辺に。わかるわかるわかる。みんないるなっていう感じに取れるから、なかなか、アウェイ行った時とかはそういう感じあんま、やっぱなかなか難しいし。そうだね。レイストルのスタジアムはやっぱりいるなっていう感じ。そうだね。うん。じゃあそんなサポーター、レイストルのサポーターに自分のどういうところを見てほしいですか？いや、真面目だね。あんまこういうチャンスないじゃん、言うの。真面目だね。シュートとかじゃなくてさ、やっぱ。いや、そう、なんでだろうな。俺は、まあそこまでやっぱもう、なんか技術もないし、スピードもないしさ、そういう、それはとこは、技術もありますやんってなるよ。いやいやいや、本当に、他の選手に比べ、上手い選手に比べて、まあでも本当にね、うん、やっぱ、それぞれやっぱ良さね、ストロングが違うからさ、やっぱ技術高い人はすごい高いし、いや、そうよ。それはすごいわかる。うん。だから、なんだろうな、本当に、その姿勢かな、その、ゴールに向かう姿勢だったり、その、相手からボール奪う姿勢だったり、その、まあ、結果が全てじゃないって言いたくないけど、なんかその、結果までの過程の部分でさ、やっぱり、なんか、戦うとことかさ、まあでも監督はそれね、求めてるし、その積み重ねがないとね、ま、そう、やっぱ、なかなか結果は出てこないもんね。まあ、自分はそこをなんて言うんだろう、見てほしいっていうか、なんか感じてほしいかな、そのサポーターたちにも。その結果の部分ももちろん気にしてほしいんだけど、その選手たちって多分人それぞれ、なんか出そうとするじゃん、やっぱ自分をね。その出してる、なんかそのちょっとしたものを見つけてほしいっていうか、サポーターとかにね。まあそこは自分、まあその、まあ、俺だったらそのゴール向かう姿勢だったり、相手と1対1負けないとか、そういうちょっとした姿勢をなんか感じてもらえたりしたらすごい嬉しいなっていうのはあるよね。なんかでも個人的にさ、好きなのはさ、やっぱファーストプレーとかセカンドプレーでディフェンスの時ね、あのガツンとさ、相手のボールを奪いに行くところ、なんかもう試合にかける思いとかが、最近結構多くて、それはいいわって思う。いや、なんかサポーターではないけど、わかる、わ、なんか行こうとし行ってるわみたいな、やっぱ、まあ、そうそう、熱も入るし、それちょっと、なんか一人、チームの中でさ、一人さ、なんかそういう、なんかファーストプレーとかでさ、バチンって行ったときってさ、結構みんなのスイッチが入るっていうかさ、なんかそういう、なんか練習中もあるじゃん。なんか、そうだね、なんか2人がなんかやり合ってたら、なんか周りもどんどん熱くなっちゃうみたいな。なんかそういう熱量をさ、俺はなんかまあ発信できたらいいかなっていうのもちょっと思ってて。そうだね、そうだね。うん。もう思ってるわ、ちょっと。まんまと思ってたわ、俺が。そうでしょ？だから俺のそのもうこれ転がってる。いると思うよ、サポーターの人に。いやだから、まあ、そういうところを感じ取ってくれるサポーターとかが増えてきたら、なんか嬉しいよね。でね、一緒になってね、戦って。そう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 。ね、そうだね、いい雰囲気でね。そう。やっぱ雰囲気って結構大事じゃん。そうだね、そうだね。その技術とか、
戦術とかもすごく大事だよ、うんうんうん、もちろん、うんうん、だけどその勝つ雰囲気だったりさ、そうだね、勝とうとする雰囲気だったりっていう大事かなって思うからさ、そうだ、ね、まあそういうとこ、ね、まあでも今本当に雰囲気もいいしね、うん、まあでもこのままやっぱ目標であるトップのところをね目指して、そうだよね、行きたいね、いやそうだよね、なかなか、うん、厳しいけどね、その連戦だったり過密日程だったり、うん、まあ、だから本当チーム総力戦っていうかね、うんうん、で行けたらやっぱ目指して上行けたらいいよね、うんうん、そうですね、うん、じゃあ最後にサポーターの方にメッセージいただけますか俺が最初で健吾が最後やろ、違うよ、もう俺だって前回しっかり伝えてるもん、熱い思い、そうだね、熱い思い伝えてんの、これハヤトの回でハヤトのこのメッセージを今だから今見てる人はこれを見てる人は、うん、ハヤト見に来てるわけだから、うん、そうなのそうだよそう、そっか、これが良ければ多分こうサポーターの人が、うん、良かったよって見てもらえるし、そうね、弱かったら終わっちゃう、終わっちゃう、誰も見ない、そうね、いやまず本当にこのコロナの中でさ、うん、みんな多分すごいストレス抱えて、うんうんうん、生活してるじゃん、うん、だその中でやっぱ俺らのできることってもう本当サッカーしかないから、うんうんうん、だからその中で本当にその、まあ、サッカーから伝えられるものって言ったらもう戦う気持ちだったり、うんうんうん、その勝つ喜びだったり、うんうん、っていうのをこれからもなんか、うん、伝えていきたい、うんうん、しみんなには感じサポーターとか、うん、この動画見てくれてる人に感じ取ってもらいたいから、うんうん、まあ、本当に自分たちは、まあ、これからも多分試合は続くから過密日程だけど、うんうん、まあ、その一試合一試合に、一試合一試合に対してすごい熱い気持ちで戦うから、なんか、スタジアムに来れる人も来れない人も、そういう思いを見て、なんか少しでも伝わってくれたらいいなっていうのは思います。はい。ありがとうございます。きっと、なんか、厳しいと思うよ。いや、本当にね、大変だからね、みんな。絶対そうだね。うん。俺らだけじゃないし。うん、だからもうその勝って日頃のストレスをね、いやそう、発散で発散というか、うん、みんなで、まあ、バラバラかもしれないけど喜んで、うん、チームが上に行けば行くほどね、いやそうね、そういう人たちの、まあ、頑張りの源に少しでもなれるという、うん、そうちょっとでもなってくれたら、そうだね、うん、そのために俺らもね戦うしっていう感じかね、はい、また明日から頑張りましょう。いやそうね、練習からでしょやっぱり。そうでしょう。うん。いやじゃあちょっと今回は良かったんじゃないですか。結構。いやこれ。固め。難しいのよ、バランスが。すごいよね。本当に難しい、うん。もうちょっと柔らかめもね、あるや。柔らかめでいくかもしれない。じゃあ次回じゃあちょっと柔らかめを、うん、ハヤトがやってもらうために。次回バトンを渡す方を紹介いただけますか。はい、次回バトンを渡す方のお名前は増田、あ、間違えた、もう一回いい？いや、カットね、コカット、コカット、カット、わかんないわかんない、でもされるかわかんないけどね。あ、次回バトンを渡す選手はファジアーノ岡山、増田茂人選手です。まあ、マグって呼んでます。マグね。健吾、面識ある？あるある。92年組だからね。いやそう、あいつ面白いよ、あいつは面白 い、その面白さを引き出してくれたら、もうなんか俺多分健吾みたいに司会とかしない、多分。あ、いい、それがいい。いやそれがいいと思う。もうあいつとなんか普通のトークしちゃうかも。いやいいと思う、いいと思う、ありっしょ。あ、 ありあり、まあ、レイソルのサポーターもそうだし、うん、アジアの岡山のサポーターの皆さん、ね、ぜひ楽しみにしてもらって、うん、柔らかめ の、 あのめちゃめちゃ面白い回をめちゃめちゃ面白い回は言わないで。いや、なんでなんで大丈夫でしょう、うん、まあ頑張るけど、はい、
違う一面もね、じゃあ楽しみにしてます。そうだね。うん。じゃあすいません。また、いえいえ、今日は貴重な時間ありがとうございました。いや、こちらこそ。ぜひレイソルのサポーターの皆さん見てください。いや、レイソルのサポーターだけじゃなくてさ、もう全サポーターね。全サポーターに見てもらおうよ。そうだね。全然面白くないかい。そうだね。群馬のサポーターとかも少しは。いや、そうよね。うん。ぜひよろしくお願いします。お願いします。すいません。今日のゲストは、柏レイソルの中間隼人選手でした。はい。ありがとうございました。また、また明日。また明日。絆。